猫飼ったのぐっちんち。もう名前とか言ってるのかなみんなに。で私はくんなのかちゃんなのか分からずにいません。ぐっちん、そう。待って。さぐっちのお家でね猫ちゃんを飼うことになったらしくて。え、なんかめっちゃパリパリ。あ、そうもずくって言うんですよ。でもくんかちゃん、ちゃんか。ちゃんらしい。そうもずくっていうなんか黒猫を、黒猫の子たちを、子たちで黒猫を飼ってるみたいで今。そう。もうね、2、3ヶ月ぐらいなのかな、大きさ的には。コタローが思い出します。コタローも2、3ヶ月の頃は穴ちっちゃかったのです。だから、もずくも、もしかしたらコタローみたいになるかもね。なんかさ、めっちゃ前髪が。ガタガタ。そう、もずくもね、でかくなる可能性大なので。そうね。だから、ね、人生何があるか分かんないんで。インスタ投稿しましたんですよ、さっき。そう、なんかね、漏れたんだよね、そのママが撮ってくれたの。ママと二人で、なんか、そう言って、二人で遊びに、遊びでお出かけしようってなって、行きました。なんか、長いけど短い毛が混じってて気持ちいい。そう、インスタ見てください。そう、なんかあれね、よく見たらね気づく方いると思うんだけど、あの撮ってる時間が地味に違うから、そう撮ってる時間がねちょっと違うのよ。1枚目はと2、3枚目でなんか違うなの撮ってる時間が。だからあ、後ろの背景をよく見たら分かると思うんだけど、そう実はなんかまだ明るいんです、あの時は。そう、背景が違って、一回そう休憩しようってなって、あの下の方にお店があるんよ、いろいろ。そこで買う前と買った後で結構もう日が落ちてきてて、そうインスタ見てください。そうで、その投稿をした後に見ながら、なんか首がコロってしてるねって、なんか首がコロってるって言われたのかな。そうコロってるねって言われて、えって思って、で私はその首コロってるねって言われたことに対してすっごくなんかあのバカにされてるっていうか、なんかディスられてるかなって思ったから、そうそう、だからな、首がコロってるねみたいなラインが来て、コロってしてるねみたいな、でどういうことってなるじゃん。で私はそのコロってるねっていうことに対してすごくなんかねバカにされてると思ったんよ、私的には。だって首コロってるねってか言われたことないじゃん普通は。
だから、あ、ね、みんな私のことディスってるなこれはと思ってそう、さすがにね、あの親しき中にも礼儀ありっていう感じで、そうで、なんかめっちゃもうめっちゃなんか、え、そんなに私あのダメなのかこの写真はって思って、そう、いやこの人よねって言ったら、何があって、何がって首がって、うん、私うん、みたいな会話を LINE でしてて、そう、ころってるねって言われて、へって、だってさ、もうさ、だってなんかディスられてるかと思ったからさ、早いみたいな、私もう多分内心ちょっと切れてたと思うんだよねそう、なんか内心めっちゃはみたいな、はえみたいななるじゃん。で、ちょっとその後もうどういうことみたいな、1枚目って、いや全部って言われて、えって思って、どういうことって言ったら、なんかそう、一回だからみんなに聞いてみたの、え、これさ、なんかディスってるみたいな、私のことディスってるって、なんでさ、それだけでさ切れるかもよくわかんないけどさ、まあ、ちょっとさ自信、あのその今日投稿したやつはちょっと燃えてるなと思って投稿したやつだから、多分そういうこと言われてちょっと悲しかったのもあったのかもしれない、もしかしたら。でなんか切れてるっていうか、ちょっとえみたいな、はてなはてなはてなみたいな感じで、そう、えみたいになるじゃん。そしたら、え、そう、だから一回みんなに、え、これディスってるのって言ったら、うんうん、ディスってないよみたいな、そう、ディスってないよって、私はでも首コロっていうワードの意味が分かんないから、えみたいになるじゃん、ずっと。そしたらなんか、首コロっていうのは、あの首が座ってないってことだし、なんか首コロって何って言われ、あ、言って、そしたらなんか首と、なんか顎と首が、ん、首と顎と首が直角みたいな、垂直みたいなこと言われて、さらに意味わかんなくなって、だからそれ問い詰めて、そしたらなんか首が座ってなくて赤ちゃんみたいって言われて、そう、なんか赤ちゃんみたいって言われて、なんかさ難しいなと思った、日本語なんか面白く伝えられないこの話、なんかね、そう、私はディスってる、あ、私はディスられてると思って思われてて、みんなは褒めてるの、これは可愛いと思ってくれてたらしくて、でも私はディスられてると思ってるから、どういうことどういうことどういうことみたいな、めっちゃ言って、でみんなはそれの説明をちゃんとしてくれるんだけど、なんかそう、めっちゃ私さ、なんかねなんでそんなこと言うのって思ったからさ、みんなに首コロってるねって、なんかそう、そうだから本当にみんなに首コロってるねって言われて、え、ちょっと投稿消そっかなって思ったぐらいなんよ、実際本当に、え、これおかしいのかなって、投稿消しちゃおうかなみたいな気持ちになって、そう、なんかさ難しいねって思った、なんか首コロってるって何、そもそもみんなのワードセンスが、首凝ってるって言われてね、面白かった、喧嘩してないよ全然なんか言葉のすり違いが、そう、みんなは褒めてくれてるけど私はずっとディスられてると思ってで会話してました。で、誤解が解けて、まあ別にコロってるっていうのは、あの褒め言葉だし、なんか赤ちゃんみたいって言われた、首があの座ってなくてコロってしててって言われました。そう、じゃあさ最初からそう言ってくれってなるよね最初から首座ってないねってそう、面白いな、そう、でも結構未だにあの
ミナと私が本当に同級生と思われてないんですよ。そう、そう、ミナと私で同級生にまあ見られないかな、あんまり。そう、でもなんかまあ実際さあれじゃん、本当に10ヶ月ぐらい違うから、ミナと私10ヶ月ぐらい違うから年、あの年齢が10ヶ月ってほぼ1年じゃんね、すごいよね。でもさ本当年齢も同い年の期間の方が少ない、短いわけじゃん。なのにさやっぱさ同じ学年ってだけでさやっぱこうやってさ、なんか何ね、なんかココッペとはまた違う感じ、やっぱ同級生っていう目で見てるからね、すごくない？こんなさ10ヶ月も違ってさ年齢も1年間さ一緒の期間が本当に短いのに、やっぱ同級生なだけでっていうか同級生っていうのがすごく強いからね、そうそうね、面白い。ではそうだよね、みながさ3月23日やね誕生日、あってさ普通にもう1週間ぐらいさ生まれるの遅かったらさ同じ学年じゃないもんね。私一人だったんだよ同じ学年、誰もいないまんまだ、いないってことじゃん、すごいよね、びっくりしちゃうわ。別にね、私コロってるって言われて怒ってるわけじゃないの、別に怒ってるわけじゃない、その何か分かんなかったんだけどね、えって思ったけど別に怒ってるわけじゃないの、別に全然、なんか言葉って難しいねって思いましただけで私でもなんか分かんないけど今のみんなにならめっちゃ長文で手紙書けると思うんだよねしかもちょっと感動的なこと書けそう、今ならすっごくなんかみんなに対して生誕祭とかでなんか言えそうなの、なんかすごく感動的な手紙をみんなに書けそうで、でも多分みんなの生誕祭になるとそんなことはないからそうね、なんかいろいろさ考えるのやっぱり、うちでこの人の生誕祭の時はなんて話そうかなとかいろいろ考えてて、でもう一回生誕祭したい、なんか今の状態で、ね、もう一回生誕祭したらなんか先輩たちともそう親睦度深まってるから、もうちょっとなんかもっと楽しくなりそう生誕祭が、なんかあの時はまだ昇格して1ヶ月っていうのもあって、なんかあんまりまだ馴染めてないっていうか感じだったから、もう一回そのあのもうちょっとなんか今は多分仲良くなれてるから、前に比べたらね仲良くなれてるっていうか、仲良くなれてるっていうか、なんかやっぱ親睦度があれなのでもう一回やりたい、
お手紙は誰だろう。でミナはもうもらったからヒーローかな私。レイヤちゃんからも欲しい。でも K4 の子からも欲しいな。もうそうだよね。なんかめっちゃ私がさ、もう一回生誕祭したいんですって言ったら、あの生誕祭があったから今の関係性になれたんじゃないのみたいな。あ、リータそう、なれたんじゃないの。まあその通りなのかなと思うからね。なんか2回ぐらい誕生日あればいいのにね、1年に。もう一回やりたい。2倍年取るって。じゃあ 0.5 歳、そう 0.5 歳の半分のハーフ、ハーフなんか2分の1成人式みたいな感じでさ、365日とか182日ぐらいの時にどれにお手紙書いてほしいかな。なんかさ、生誕祭がこんなにさ、なんかどちらかというと私さ、まだ2回しか生誕祭やったことないけど、なんか生誕祭がなんかこんなさ、またやりたいって思えるほどさ、なんか楽しいと思ってなかったからさ、そう、さすがにね、生誕祭の次はちょっと緊張してたんだ私。生誕祭の時ね、緊張した、めっちゃ。なんかどんな感じなんだろうって、誰が来てるんだろうとか、そう、なんか結構企画してくださるじゃないですか、委員の方々がね。最初来たらフェンライト何色かなとか、次は17歳のお誕生日なんですよ私。セブンティーン、しぶりちゃん無料だ。私さ、みなからの手紙さ、どこにやったっけ。なんかもらってない気がするんだけど、もう一回、あ、いや、もらったわ。なんかさ、多分どっかにさ置いちゃったわ。すごい、そう、後で。あ、ハイタッチ会の受付始まったみたいなので、ぜひお願いします。そうそう、なんかこの前整理したんだよね、どっか直しちゃったわ。そう、でもね、カメラに撮ってるから、あれは。そう、受付始まってます。なんか直近でオンライン握手会だから、そう、話せる日が、それ終わったら次が愛知とかだったっけ。なんか?56分だって、もう終わんなくちゃだ。終わります。
13位カツッピさんありがとうございます。12位アキチャさんありがとうございます。11位パルサさんありがとうございます。10位カンさんありがとうございます。9位ゲントルさんありがとうございます。8位ハッピーさんありがとうございます。7位赤いグリフォンさんありがとうございます。6位シミシミさんありがとうございます。5位ステックさんありがとうございます。4位ディーディーマサさんありがとうございます。3位黒いカモメさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。1位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。ありがとうございました。なこさんが泣いてる。めっちゃさよなら、おやすみなさい。おやすみ。